梅雨は、北海道と小笠原諸島を除く日本、朝鮮半島南部、中国の南部から、長江流域にかけての沿海部、及び台湾など、東アジアの広範囲において見られる、特有の気象現象で、5月から7月にかけてくる、曇りや雨の多い期間のこと、雨季の一種である。気候学的な季節変化を世界と比較したとき、東アジアでは、 春夏秋冬に梅雨を加えた5期、また日本に限るとさらに秋雨を加えた6期の変化がはっきりと現れる。東アジアでは春や秋は温帯低気圧と移動性高気圧が交互に通過して周期的に天気が変化する。一方、成果期には亜熱帯高気圧の影響下に入って高温多湿な気団に覆われる。そして春から聖火の間と 生花から秋の間には中国大陸東部から日本の東方沖に前線が停滞することで雨季となる。この中で春から生花の間の雨季が梅雨、生花から秋の間の雨季が秋雨である。なお、梅雨は東アジア全体で明瞭である一方、週は中国大陸方面では弱く日本列島方面で明瞭である。また、生花から 秋の間の雨季の雨の内訳として、台風による雨も無視できないほど影響力を持っている。梅雨の時期が始まることを、梅雨入りや入梅と言い,い、社会通年上、気象学上は、春の終わりであるとともに、夏の始まりとされる。なお、日本の雑説の一つに入梅があり、暦の上ではこの日を入梅とするが、 これは水を必要とする田植えの時期の目安とされている。また、梅雨が終わることを梅雨明けや出梅と言い,い、これをもって本格的な夏の到来とすることが多い。ほとんどの地域では気象当局が梅雨入りや梅雨明けの発表を行っている。梅雨の期間は普通1ヶ月から1ヶ月半程度である。また、梅雨期の降水量は 九州では500ミリメートル程度で年間の約4分の1、関東や東海では300ミリメートル程度で年間の約5分の1ある。西日本では週より梅雨の方が雨量が多いが、東日本では逆に秋雨の方が多い。梅雨の時期や雨量は年によって大きく変動する場合があり、 例えば150ミリメートル程度しか雨が降らなかったり、梅雨明けが平年より2週間も遅れたりすることがある。そのような年は、猛暑、昭雨であったり冷夏、タウであったりと、夏の天候が良くなく、気象災害が起きやすい。東アジアは中緯度に一致している。同緯度の中東などのように、亜熱帯高気圧の影響下にあって乾燥した気候となってもおかしくないが、 大陸東岸は夏季に海洋を覆う、亜熱帯高気圧の変円部になるため、雨が多い傾向にある。これは北アメリカ大陸東岸も同じだが、九州では、年間降水量が約2000ミリメートルとなるなど、熱帯収束帯の雨量にも劣らないほどの雨量がある。この豊富な雨量に対する梅雨や、週の金は大きい。梅雨が大きな雨量をもたらす要因として、 インドから東南アジアへとつながる高温多湿なアジアモンスーンの影響を受けていることが挙げられる。時折、梅雨は雨がしとしとと降る。それほど雨足の強くない雨や曇天が続くと解説されることがある。これは東日本では正しいが、西日本ではあまり正しくない。梅雨の雨の降り方にも地域差があるためである。特に西日本や河中では、 積乱雲が集まった雲クラスターと呼ばれる水平規模1 0 0トル前後の雲群がしばしば発生して東に進み激しい雨をもたらすという特徴がある。日本本土で梅雨期に当たる6から7月の雨量を見ると飛行水量100ミリメートル以上の大雨の日やその雨量は西や南に行くほど多くなるほか九州や四国太平洋側では2ヶ月間の雨量の 半分以上がたった4から5日間の飛行水量50ミリメートル以上の日にまとまって降っている。梅雨期の総雨量自体も日本本土では西や南に行くほど多くなる。漢字表記、梅雨の語源としてはこの時期は梅の実が熟す頃であることからという説やこの時期は湿度が高くカビが生えやすいことからカビウと呼ばれこれが同じ音の 梅雨に転じたという説、この時期は、毎日のように雨が降るから、梅という字が当てられたという説がある。普段の場合、雨が降るから、梅雨というのはこじつけである。この他に、梅林、旧暦で5月頃であることに由来する、サミだれ、麦の実る頃であることに由来する、クウなどの別名がある。なお、サミだれの語が転じて、梅雨時の雨のように、物事が、長く、 だらだらと続くことを、さみだれ式というようになった。また、梅雨の晴れ間のことを、さつき晴れというが、この言葉は最近では、五月晴れとも読んで、新暦五月初旬の、よく晴れた天候を指すことの方が多い。気象庁では五月の晴れのことを、さつき晴れと呼び、梅雨時の晴れ間のことを、梅雨の合間の晴れと呼ぶように取り決めている。さみだれの降る頃の夜の闇のことを、 さつきあみという。地方名には、ながし、なあみっさがある。沖縄では、梅雨が、昭摩から某種にかけての時期にあたるので、昭摩某種や、某種という別名がある。中国では、梅雨、台湾では、梅雨や、某種、韓国では、という。中国では、古くは、梅雨と同音の、うという字が当てられており、現在も用いられることがある。は カビのことであり、日本のカビウと同じ意味である。中国では、梅が熟して、黄色くなる、時期の雨という意味の大梅雨もよく用いられる。梅雨前線の北上の様子。梅雨をもたらす四気団の位置を呼び、梅雨期間中の勢力変化も示した。梅雨の時期には、以下の四つの気団が、東アジアに存在する。 春から夏に季節が移り変わる際、東アジアでは、性質の違うこれらの気団がせめぎ合う。中国大陸方面と日本列島、朝鮮半島方面ではせめぎ合う気団が異なる。性質が似ていることや、距離が離れていて干渉が少ないことなどから、北側の気団同士、南側の気団同士の間には、前線は形成されない。 北と南の気団が衝突した部分には、東西数千キロメートルにわたって梅雨前線ができ、数ヶ月にわたって少しずつ北上していく。この前線付近では、雨が降り続くが、長雨の期間は、各地域で1ヶ月2ヶ月にもなる。これが梅雨である。冬の間、シベリアから中国大陸にかけての広範囲を冷たく乾燥した、シベリア気団が覆っている。 シベリア気団はしばしば南下して寒波をもたらし、日本の日本海側に大雪を降らせるが、チベット高原では高い山脈が邪魔して気団がそれ以上南下できない。そのチベット高原の南側、インドフィリピンにかけての上空を熱帯ジェット気流が流れる。冬が終わり春が近づくにつれ、シベリア気団は勢力が弱くなり、次第に北上していく。変わって、 中国大陸には暖かく乾燥した陽ス高気団ができ始め勢力を強めていく。春になると陽ス高気団は東の日本列島や朝鮮半島などに移動性高気圧を放出し、これが偏西風に乗って東に進み高気圧の間にできた低気圧とともに春の移り変わりやすい天候を作り出している。春が終わりに差し掛かるにつれて、 南シナ海付近にある熱帯モンスーン気団が勢力を増し北上してくる。すると、ヨース高気団と熱帯モンスーン気団が衝突し始める。地上天気図で見ると、ヨース高気団からできた高気圧と熱帯モンスーン気団からできた高気圧が南シナ海上でせめぎ合い、その間に前線ができていることがわかる。これが最初の梅雨前線である。 例年、河南や南西諸島南方沖付近では5月上旬頃に、梅雨前線の出来始めである雲の帯が発生する。5月上旬には、南西諸島も梅雨前線の影響を受け始める。5月中旬頃になると、梅雨前線ははっきりと天気図上に現れるようになり、河南や南西諸島付近に停滞する。一方、初夏に入った5月頃、亜熱帯ジェット気流も北上し、 チベット高原に差し掛かる。ただし、チベット高原は上空を流れる亜熱帯ジェット気流よりもさらに標高が高いため、亜熱帯ジェット気流はチベット高原を境に北と南の二つの流れに分かれてしまう。分かれた亜熱帯ジェット気流のうち北側の分流はカラフト付近で艦隊ジェット気流と合流する。さらにこの気流は カムチャツカ半島付近で南側の分流と合流する。この合流の影響で上空の大気が滞ると、下降気流が発生して、その下層のオホーツク海上に高気圧ができる。この高気圧をオホーツク海高気圧と言い,い、この高気圧の母体となる冷たく湿った気団をオホーツク海気団という。同じ頃、 太平洋中部の洋上でも高気圧が勢力を増し、範囲を西に広げてくる。この高気圧は、北、太平洋を帯状に覆う太平洋高気圧の生誕で、小笠原高気圧ともいい、この土台となる暖かく湿った気団を、小笠原気団という。5月下旬から6月上旬頃になると、九州や四国が、梅雨前線の影響下に入り始める。この頃から、 梅雨前線の東部では、オホーツク海気団と小笠原気団のせめぎ合いの色が濃くなってくる。一方、河北や朝鮮半島、東日本では、高気圧と低気圧が交互にやってくる春のような天気が続く。北上を続ける梅雨前線は、6月中旬に入ると、中国では南冷山脈付近に停滞、日本では本州付近にまで勢力を広げてくる。 次に梅雨前線は中国の郊外に北上する。6月下旬にはカナンア南西諸島が梅雨前線の勢力圏から抜ける。7月に入ると東北地方も梅雨入りし、北海道を除く日本の本土地域が本格的な長雨に突入する。また同じ頃、朝鮮半島南部も長雨の時期に入る。7月半ばを過ぎると亜熱帯ジェット気流が チベット高原よりも北を流れるようになり、合流して、オホーツク海気団が弱まってくる。一方で、太平洋高気圧が、日本の南海上を覆い続けて晴天が続くようになり、日本本土や朝鮮半島も南から順に、梅雨明けしてくる。こうして北上してきた、梅雨前線は、最終的に、北京などの下北、中国東北部に達する。例年、この頃には、 前線の勢力も弱まっており、鈍天続きになることはあるが前線が居座り続けるようなことはほとんどない。また、8月中旬、下旬を境にしてこれ以降の長雨はいわゆる秋雨であり、前線の名前も秋前線に変わるが、前線の南北の空気を構成する基団は同じである。ただし、秋は中国大陸方面ではほとんど見られない。 西日本でも週はあるものの雨量はそれほど多くない。一方、東日本及び北日本では、梅雨期の雨量よりもむしろ秋雨期の雨量の方が多いという傾向がある。性質の違う2つの空気がぶつかるところは、大気の状態が不安定になり、前線が発生する。梅雨前線を構成する気団はいずれも勢力が、拮抗しているため、 ほぼ同じ地域を南北にゆっくりと移動する、停滞前線となる。梅雨前線の南側を構成する二つの気団は共に、海洋を本拠地とする気団のため、海洋から大量の水蒸気を吸収して湿潤な空気を持っている。ただ、北側の気団と南側の気団とでは、お互いの温度差が小さいため、通常は、ほとんどが乱層雲の弱い雨雲で構成される。 そのため、しとしととあまり強くない雨を長時間降らせる。しかし、上空の寒気や乾燥した空気が流入したり、台風や地表付近に暖かく湿った空気が流入したりすると、前線の活動が活発化して、積乱雲を伴った強い雨雲となり、時に豪雨となる。二つの高気圧がせめぎ合い、勢力のバランスがほぼ釣り合っている時、 梅雨前線はほとんど動かない。しかし、二つの高気圧の勢力のバランスが崩れた時や、低気圧が近づいてきたり、前線付近に低気圧が発生したりした時は一時的に温暖前線や寒冷前線となることもある。梅雨前線の活動が太平洋高気圧の勢力拡大によって弱まるか、各地域の北側に押し上げられ、 今後前線の影響による雨が降らない状況になった時、梅雨が終わったとみなされる。年によっては、梅雨入りの時期が特定できなかったり、あるいは発表がされないこともある。東、西日本ではこのパターンが数年に1回の割合で起こる。これは、太平洋高気圧の勢力が強いために梅雨前線が、北陸地方から北上して、進みそのまま夏空に突入し、 南の高気圧となって次第に南下していくパターンである。この場合でも四国地方、近畿地方、北陸地方では高温や晴天がやや多くなるものの概ね晴天が続く夏が訪れている。このことから年によっては近畿地方における夏は北陸地方よりも長いとされている。年によっては 梅雨明けの時期が特定できなかったり、あるいは発表がされないこともある。東北地方、関東甲信地方ではこのパターンが数年に一度の割合で起こる。これは、オホーツク高気圧の勢力が強いために梅雨前線が、東北地方から北上できずにそのまま秋に突入し、秋前線となって、次第に南下していくパターンである。この場合でも、北の北海道では、 低温や曇天が、やや多くなるものの、おおむね晴天が続く、夏が訪れている。このことから、年によっては、東北地方における夏は、北海道よりも短いとされている。梅雨前線は、気象学的にはモンスーンをもたらす前線の一つである。インドをはじめとした南アジアや、東南アジアのモンスーンは、インド洋や、西太平洋に橋を発する高温多湿の気流が、 原因である。世界最多の年間降水量を有する地域を含むなど、この地域のモンスーンは地球上で最も規模が大きく、広範囲で連動して発生していることから、総称してアジアモンスーンと呼ばれる。またこの影響を受ける地域をモンスーンアジアという。アジアモンスーンの影響範囲はさらに東にまで及んでおり、 南シナ海を覆う熱帯モンスーン気団にも影響を与えている。具体的には、南西諸島やカナンの梅雨の降雨の大部分が熱帯モンスーン気団によってもったらされるほか、太平洋高気圧の変円を時計回りに吹く気流が、この熱帯モンスーン気団の影響を受けた空気を日本、朝鮮半島付近まで運んできて雨を増強する。このような関連性を考えて、気象学では、 一般的に、梅雨がある、中国沿海部、朝鮮半島、日本列島の大部分を、モンスルンアジアに含める。また、梅雨前線付近の上空の大気を見ると、冬の空気と春、秋の空気の境目となる、寒帯前線、春、秋の空気と夏の空気の境目となる、亜熱帯前線が接近して存在していて、梅雨は、季節の変わり目の性質が強い。 沖縄東北各地域の局地日本では各地の地方気象台、気象庁が数個の都府県をまとめた地域ごとに毎年梅雨入り、梅雨明けの発表をする。まず、梅雨入り梅雨明けしたと思われるその日に速報値として発表が行われ、その発表に従って梅雨入りしたと見られる、梅雨明けしたと見られると報道される。その後、5月から8月の天候経過を 総合的に検討し、毎年9月に最終的な梅雨の時期を確定値として発表する。その際、速報値での梅雨入り梅雨明けの期日の修正が行われたり、最終的に特定せずという表現になることもある。一般に、南の地域ほど梅雨の到来は早く、沖縄は5月中旬から6月下旬、東北。 北陸では6月下旬から7月下旬頃となるのが平均的である。梅雨入りや梅雨明けの発表は通常、次のようにして行われる。各気象台は主に、1週間後までの中期予報と、それまでの天候の推移から、晴れが比較的多い初夏から曇りや雨の多い梅雨へと変わる。境目を推定して、それを、梅雨入りの日として発表している。端的には、 管轄地域で曇りや雨が今後数日以上続くと推定されるときにその初日を梅雨入りとする。梅雨明けの場合は逆に晴れが数日以上続くときである。中期予報の根拠になるのは誤差が比較的少ないジェット気流などの上空の大気の流れの予想などである。ただ、この中期予報自体が外れると発表通りに行かず晴れたりする。 梅雨入りや梅雨明けの発表は、確定したことを発表するのではなく、気象庁によれば、予報的な要素を含んでいるので、外れる場合もある。ただし、梅雨前線が停滞したまま立秋を過ぎると、梅雨明けの発表はされない。立秋の時期はちょうど、例年梅雨前線が最も北に達する頃であり、これ以降はどちらかといえば、秋雨の時期に入る。しかし、 この場合でも翌年には、通常通り、梅雨入りを迎えるが、梅雨明けがないまま一年を越して頂上的にまた、梅雨入りとなるわけではない。つまり、梅雨明けがない場合は、はっきりと夏の天気が現れないまま梅雨から秋雨へと移行すると考える。梅雨期間の終了発表のことを俗に梅雨明け宣言という。基本的に、 梅雨前線の北上に伴って南から北へ順番に梅雨明けを迎えるが必ずしもそのようにならない場合もある。前線が一部地域に残存してしまうような場合にはより北の地方の方が先に梅雨明けになる場合もある。過去に先に梅雨入りした中国地方より後に梅雨入りした北陸地方が先に梅雨明けしたり関東地方の梅雨明けが西日本より 大幅に遅れたりした例がある。梅雨の末期は、太平洋高気圧の勢力が強くなって、等圧線の間隔が混むことで高気圧の減りを回る、変炎流が強化され、断湿流が入りやすくなるため豪雨となりやすい。逆に、梅雨明け後から8月上旬くらいまでは、梅雨明け10日といって天候が安定することが多く、猛暑に見舞われることもある。梅雨の期間は、 どの地方でも40日から50日前後と大差はないが期間中の降水量は大きく異なる。本土では西や南に行くほど多くなり、東北よりも関東、東海、近畿、関東、東海、近畿よりも九州北部、九州北部よりも九州南部の方が多い。一方南西諸島では石垣島や那覇よりも、なぜの方が期間降水量は多く。 総合的に日本付近の梅雨期の雨量は九州南部が最も多い。北海道実際の気象としては北海道にも道南を中心に梅雨前線がかかることはあるが平均的な気象としてつまり気候学的には北海道に梅雨はないとされている。これは梅雨前線が北海道に到達する梅雨末期は勢力が衰え北上する速度が速くなっていて 降水が長く続かず前線がかかっても曇りとなるだけで雨が降らないようなことが多いためである。しかし、記録的猛暑となった2010年を境に近年は北海道南西部を中心にゲリラ豪雨や梅雨前線が弱まらずに勢力を保持したまま北海道付近に停滞するといった例が顕著に現れるようになり、中でも平成30年には 梅雨前線の停滞による大雨で河川の氾濫など、平成30年7月豪雨となって、北海道各地で被害を及ぼした。北海道の中でも南西部太平洋側では、本州の梅雨末期に大雨が降ることがある。また、北海道の広い範囲でこの時期は、低温や日照不足が起こりやすいほか、釧路など東部で海切りの日数が多くなるのも、 東日本の梅雨と同じく、オホーツク海高気圧の影響を受けている。特に、5月下旬から6月上旬を中心として、見られる一時的な低温は、北海道では、リラの花が咲く時期であることから俗に、リラヒエとも呼ぶ。また、このようにぐずついた肌寒い天気が、年によっては2週間程度、本州の梅雨と同じ時期に続くことがあり、エゾ梅雨と呼ばれることがある。 小笠原諸島小笠原諸島が春から夏への戦域に当たる5月には、気団同士の中心が離れているため前線が形成されず、雨が長続きしない。そして初夏を迎える6月頃より、太平洋高気圧の県内に入ってその後ずっと覆われるため、こちらも梅雨がない。中国中部、南部でも梅雨が見られる。中国では、各都市の気象台が、 梅雨入りと梅雨明けの発表をしている。ある研究では、1971年から2000年の各都市の梅雨入り梅雨明けの平均値で、超高下流域の梅雨入りは6月14日、梅雨明けは7月10日、Y が流域の梅雨入りは6月18日、梅雨明けは7月11日となっている。目安として、河南では5月中旬頃に梅雨前線による長雨が、 始まり6月下旬頃に終わる。時間とともにだんだんと長雨の地域は北に移り、6月中旬頃から7月上旬頃に、加藤、6月下旬頃から7月下旬頃に、下北の一部が長雨の時期となる。長雨は、それぞれ1ヶ月ほど続く。朝鮮半島では6月下旬頃から7月下旬頃に、長雨の時期となり、1ヶ月ほど続く。 北に行くほど長雨は、はっきりしないものになる。九州南部に位置する鹿児島市のウォンズ。梅雨に当たる6.7月の雨量が突出して多い。また、同時に、気温の上限幅が、やや縮小していることがわかる梅雨がないとされる。北海道に位置する札幌市のウォンズ。梅雨がないため6.7月の雨量は少なく、週に当たる8.9月の雨量が多い。 梅雨入り前の5月から6月頃、梅雨に似た天候が見られることがあり、これを走り梅雨、梅雨の走り、あるいは迎え梅雨と呼ぶ。梅雨入り当初は、比較的しとしととした雨が連続することが多い。梅雨の半ばには一旦天気が回復する期間が、出現することがある。この期間のことを梅雨の中休みという。梅雨の時期、特に、長雨の場合は、日時間が短いため、 気温の上下が小さく、肌寒く感じることがある。この寒さや天候を梅雨寒、または梅雨冷と呼ぶ。一方、梅雨期間中の晴れ間は梅雨晴れ、または梅雨の晴れ間と呼ばれ、特に気温が高く、湿度も高い。そのため、梅雨晴れの日は不快指数が高くなり、過ごしにくく、熱中症が起こりやすい傾向にある。梅雨末期には、 降雨量が多くなることが多く、時として、集中豪雨になることがある。南及び西ほどこの傾向が強く、特に、九州では十数年に一回程度の割合で、この時期に一年分の降水量がわずか一週間で、降ることもある。逆に、関東や東北など東日本では、梅雨の時期よりもむしろ秋雨の時期の方が雨量が多い。 梅雨末期の雨を荒露あるいは暴れ露とも呼ぶ。また、梅雨の末期には雷を伴った雨が降ることが多く、これを送り梅雨と呼ぶ。また、梅雨明けした後も雨が続いたり、一旦晴れた後また雨が降ったりすることがある。これを帰り梅雨、または戻り梅雨と呼ぶ。これらの表現は近年ではあまり使われなく、なってきている。 梅雨明けが遅れた年は、冷夏となる場合も多く、例外が発生しやすい傾向にある。梅雨は、日本の季節の中でも、高温と高湿がともに、顕著な時期であり、カビや食中毒の原因となる細菌、ウイルスの繁殖が進みやすいことから、これらに注意が必要な季節とされている。梅雨の期間中ほとんど、雨が降らない場合がある。 このような梅雨のことを唐梅雨という。唐津雨の場合、下記に使用する水が確保できなくなり、渇水を引き起こすことが多く、特に、青森、岩手、秋田の北東北地方においては唐津雨になる確率がかなり高く、また、秋期冬期の降水量が少ない北部、九州や瀬戸内地方などでは、唐津雨の後、台風などによる、まとまった雨がない場合、 活水が一年以上続くこともある。あまり強くない雨が長く続くような梅雨を陰性の梅雨。雨が降るときは短期間に大量に降り、降らないときはすっきりと晴れるような梅雨を妖精の梅雨と表現することもある。陰性の梅雨を女梅雨、妖精の梅雨を男梅雨とも呼ぶこともあり、俳句では季語として使われる場合がある。傾向として陰性の場合は、 オホーツク海高気圧の勢力が強いことが多く、陽性の場合は太平洋高気圧の勢力が強いことが多いが、偏西風の流路や北極振動、南方振動なども関係している。台風や熱帯低気圧は地上付近では周囲から空気を吸い上げる一方、上空数千メートルマイナス1万メートルの大流圏上層では吸い上げた空気を湿らせて周囲に、 大量に放出している。そのため、梅雨前線の近くに台風や熱帯低気圧が接近、または上陸すると、水蒸気をどんどん供給された梅雨前線が活発化して豪雨となる。また、梅雨前線が勢力が弱まった台風や温帯低気圧と共に北上して一気に梅雨が明けることがある。梅雨の時期の大雨や、 豪雨の事例を見ていくと、気圧配置や気象状況にある程度のパターンがあると言われている。日本海側で豪雨になりやすいのが、日本海南部に停滞する梅雨前線付近を低気圧が東に進むパターンで、低気圧に向かって南西から湿った空気が流れ込み、その空気が山脈にぶつかって局地的な豪雨となりやすい。太平洋側で豪雨になりやすいのが、 梅雨前線が長期的に停滞するパターンや太平洋側付近に梅雨前線、西側に低気圧がそれぞれ停滞するパターンであり、南南東から湿った空気が流れ込み、同じようにその空気が山脈にぶつかって局地的な豪雨となりやすい。このほか梅雨前線沿いにクラウドクラスターと呼ばれる積乱雲の親雲が通信すると豪雨となりやすいことが知られている。 上空の大気が乾燥している中国大陸や東、シナ海で形成され日本方面へやってくることが多い。統計的に見て赤道付近の太平洋、中部東部にかけて海水温が上昇、西部で低下するエルニーニョ現象が発生した時は日本各地で梅雨入り、梅雨明けともに遅くなる傾向にあり、降水量は平年並み、日照時間は 多めとなる傾向にある。また、同じく中部東部で海水温が低下、西部で上昇するラニーニャ現象が発生した時は、沖縄で梅雨入りが遅めになるのを除き、日本の一部で梅雨入り、梅雨明けともに早くなる傾向にあり、降水量は一部を除き多め、日照時間はやや少なめとなる傾向にある。日本梅雨の気象記録日本の気象庁が梅雨入り、 梅雨明けの情報提供を始めたのは1955年、五両とされ、お知らせとして、報道機関に連絡していた。気象情報として、発表を始めたのは1986年になってからである。梅雨の時期を発表することにより、長雨、豪雨という水害、土砂災害につながりやすい気象が頻発する時期としての、梅雨を知らせることで、防災意識を高める、タウ。 高温多湿が長続きする、梅雨の時期を知らせることで、生活面、経済面での対策を容易にする、梅雨という一種の季節の開始、終了を知らせることで、季節感を明確にするといった効果が期待されている。ありがとうございます。